遠山和明は、将棋騎士。加瀬淳一七段門下。騎士番号は258。東京都練馬区出身。成蹊大学卒。日本将棋連盟騎士会副会長1993年。奨励会に入会。2005年、年齢制限を目前にして25歳で4段に、商談。商談を決めた一局を終えた直後、思わず嬉し涙に結ぶ姿が、以後、 将棋ジャーナルで移された。2006年度は勝率6割台の高成績を挙げたが、初参加の第65期 C 級2組順位戦に黒星が集まり、3勝7敗でいきなり高級点を喫する。翌第66期では一転して8勝2敗の高成績を挙げたが、順位の差で時点となり、C 級1組への昇級と五段昇段を逃した。 第15期銀河戦のブロック戦で最多連勝し決勝トーナメントに進出。2007年第57回 NHK 敗戦で本戦初出場。また第20期竜王戦のランキング戦6組で準優勝。その後5ヶ月後の2007年10月から2008年1月にかけて公式戦10連勝を記録。2009年第59回 NHK 敗戦で 二度目の本戦出場。第81期の帰省戦にて、一時予選、二次予選で、島明、松尾歩美らを破り、決勝トーナメントに進出。2010年、6月から10月にかけて公式戦11、連勝を記録し、一時、連勝ランキングでトップに立つ。同年、第52期大井戦において、予選で、渡辺明、千崎学村を破り、 初のリーグ入り、リーグ初戦で王将挑戦中の豊島正幸に勝ったのが、公式戦、通算100勝目となり、5段昇段。順位戦でも8勝2敗の好成績だったが、稲葉明との順位1枚の差に泣き、またしても C 級1組への昇級はならなかった。2012年、第25期竜王戦にて4組昇級を果たすも、順位戦が不調で2度目の高級点。 第76期順位戦は8勝2敗で高級点を1つ減らすも、順位差により C 級1組への昇級はならなかった。商談規定は、将棋の段級を参照。竜王戦と順位戦のクラスは、将棋騎士の在籍クラスを参照。将棋世界2016年11月号に、掲載の次戦記より、東山和明ツイッター。ツイッター、2020年7月2日閲覧。 AB 東山和明将棋プロ騎士ノートノート2020年7月2日閲覧東山和明5段が6段に昇段ありがとうございます